水中ホッケーの試合風景水中ホッケーの試合風景水中ホッケーは2つのチームに分かれてプールの底でパックをゴールにどれだけ入れられるかを競うイングランド発祥の水中スポーツの一つ潜水ホッケーあるいはイギリスなどではオクトプッシュの別名もある1954年イングランドハンプシャーのサウスシーで生まれたスポーツで8人で競技しタコ オスからオクトプッシュと名付けられた。現行ルールでは1チーム6人ずつで競技し、この他に大体の選手が各チーム4人までプールサイドで待機する。アイスホッケーのものに比べるとかなり短いホッケースティックを使い、パックを相手ゴールに入れることで得点できる。水中ホッケーではこのスティックをプッシャーと呼ぶ。パックには中心部が鉛で周囲をプラスチックで カバーされたものを用いる。パックのサイズはアイスホッケーのものとほぼ同じで、重さは1.3から 1.5kg 程度である。用具縦21から2 5ル横12から1 5ル深さ2から3 6 5ル前後のプールで競技する。世界水中連盟主催の世界選手権をはじめとする国際大会のほか、日本国内では日本水中スポーツ連盟が 水中ホッケー、日本選手権を開催している。ブレイク、アラン、ザ・ヒストリー・オブ・アンダー・ウォーターホッケー。2006クマス、アンダー・ウォーターホッケーワールドチャンピオンシップス。2007年6月20日、閲覧。ありがとうございます。